はい、皆様こんばんは。シマックインスタライブもっチャンネルの時間です。今日もご覧いただきましてありがとうございます。ちょっとコロナで大変な時ですが、こんな時こそこれまで1年頑張ってきたライブで皆様に少しでも元気つけていただけたらなと思って、今日から3週連続でもっチャンネルやりますので、ぜひご覧ください。お願いします。いつものシマーク元気です。じゃあ今日ちょっとリズミカルにテンポよく始めてみたいと思います。はい、じゃあパッションさんお願いします。お願いします。テンポよく。ちょっと、いいテンポだ。ちょっとアマノジャクですね。今日のテーマは、はい、今日のテーマはブログに書きました。インスタにも書きました、はい、日本一の春景色、はい、の今日です。ああ、コロナに負けずに頑張ってください。ありがとうございます。皆様もお気をつけください。変なのつかないな。そうですそれで、皆様あれって思った方もいたかもしれないんですけど、いつも世界一を豪語しているパッションさんが、なんで今日はテーマが日本一の春景色なのか、なんででしょう。あら急にそんなこと言われちゃったら困っちゃう。あらどうしますか。急にパッコになっちゃった。パッコ急に弱気になっちゃった。パッコいつも世界一と思ってるんですけど、なんかちょっと押しておかな気分になっちゃいましたね、パッコさん。結局あれですよね、パッコは、平等な精神で、世界が今戦えない時に自分が世界一を名乗るのはちょっと違うんじゃないかってことですよね。戦えることになった時にまた一緒に戦うってことですよね。いつもほら一番だから、今回は日本で1ぐらいにしとかないとダメかな。なんとなく、気分的に。じゃあまた余計な、また余計な話が多いって、はい、そろそろ入りそうだからね。さて、日本一の春景色、はい、色の派手さでしょうか。どうでしょうこれはどちらの商品でしたっけね。これは、フライガールの新作のワンピースです。可愛くないですか。綺麗ですね。色がとっても綺麗な赤。可愛いですよね、はいはい、基本的にですね、もっちーさん、この袖のこの感じって大体苦手なパターンなんですよ、はい、でこの苦手なパターンを最初、このまあちょっとね、苦手なパターンの人にも見てほしいんですけれど、ちょっとごめんなさいね、はい、意外と私甘い服がにあんま似合わないんですよ ね。甘い顔してるけど、はまりすぎちゃう、ね、だからとっても似合わないでしょでその似合わないっていうことを前提においてもちょっと見てほしいんですけど、はい、見ていただいてる方も、あ、ちょっとこういうお袖苦手とかね、はい、こういう感じちょっと、はい、苦手なんだけど、でも似合いそうなんだけど苦手だなっていう、なんか前、着てたけど今なんか似合わない気がするとかいうこともあると思うんで、基本的にもっちーさんの場合は可愛い感じがあんまり似合わない、似合いすぎて似合わない、似合いすぎて似合わないですね、妙な感じになっちゃうので、そこで崩そうっていうことではないんだけれど、はい、この赤をもう一段、はい、ギアアップしたような感じで、赤をさらに強烈にしてみようかということで、まずこのスカーフを使ってみますね、はい、シルエットが可愛いです。綺麗な赤ですね。あ、パック奥ゆかしいやっぱりそう、気遣いしてるね、世界に対して世界に対してね、素晴らしい、やっぱり平等の精神大事、ね、ヘアプレイですもうすっごいパック板についてたね。パッコちゃん、どこ行くの。ちなみにこのワンピースは S と M があります。はい。23,000円です。はい。これはちょっとね、おすすめです。こんな感じで使って。赤に負けてないモッチーさん。あ、ありがとうございます。ね、負けてないですよね。でこの感じでですね。フリーに負けたんですよね。ここにポイントをちょっとさらに強烈に、はい、つけると少し袖の苦手な感じの、はい、この可愛さは消えるような感じがしますね、うんうん、ここを消したところでさ、もうちょっとどうにかしてみようかと、どうにもしないで、ベルトですね、ベルトどこだっけかな、はい、サンキュー、
今だと視線がスカーフに行きますしね。そうですね、うんうん、これはこれで全然違う。そう、この感じでこのままデザインはここが触れてますから、うん、ここのふわっと触れてる部分の、うん、ポッケではないんだけどポッケ風に作ってある、うん、ここをちょっと活かしてみないか、うんうん、このまま両手を突っ込んでふわふわする感じでもなんかちょっとこのワンピース生きているんですけど、はい、ここはやっぱりちょっとかっこよく行きたい、うん、モッチーさん、モッコさん、モッコさん返事ねえな、モッコさん、モッコさん、おめえだあ、中島さん、スカーフの巻き方さすがですってね、うん、さっさと、また自分を褒めちゃったこの感じで、はい、両手を広げてみて、うん、こうするだけでね、うんうん、また全体の息が可愛、うんうん、い優しい感じが生きながら、うん、ちょっとかっこよくなりますね、うん、かっこよくなってきた。だいぶここのところが消えてくるでしょ。そうですね、これの良さでありながら、うん、あのちょっとあの弱点ウィークポイントをね、うん、消しちゃいましょう、うん、さあその上に何を着ましょう。はい、ここはやっぱり私としてはデニムジャケットを合わせたいです。そうですね、ちょっとレザーとかだとちょっと重い感じになりますからね、はい、やっぱり短いのでね、ちょっとこう合わせたいなって、はい、ここのところのふんわり感を生かしたいし、はい、ここのポッケの、はい、あの見せかけポッケの、あのドレープ感も生かしたいので、まあこの感じどうでしょうかというところですね。うん、だんだん望月さんになってきた。ね、なってきましたでしょ。はい、望月さんになってきましたね。うん、ちょっとこうな、ね、生意気な感じっていうのは、都会的なかっこいい感じになってきましたね。はい、その通りです。はい、でちょっと前向いて背中を見せてください。この間、はい、あの紹介しきれなかったんですけど、ほら、シマークの刻印、はい、これまだね、いっぱいあるの。はい、今光って。牛革でシマークを刻印してもらってます、はい、この刻印の牛革まだいっぱいあるのでね、これをさらに使いたいなと思って、はい、皆さん何かありましたら言ってくださいね。そう、せこい。これであとちっちゃいあのバッグ、はい、あとちなみに白と黒、うん、そうだね、はい、白と黒、はい、お色違いが白と黒、うん、あと白がどこにある、すいません、いいよ、はい、ちょっとこれを持ってみて、はい、この感じとかね、うん、はい、もう今着れますね、うん、この感じちょっと可愛くないですか。可愛い、ね、ちょっとこう元気が出るみたいなね、うんうん、白、はい、白も平気で透けませんね。そうです、かなりなんかカットソーが貼ってますね。二重に貼った感じになってますね、はい、透けは大丈夫です、うん、20、30になっても30ですね、はいはい、20の後に中にカットソーあります。デニムジャケット以外だとどんなものがいいですか。普通に普通にカーディガンジャケットでいいし、うん、あの一番いいのはスプリングコートがいいんですけど、はい、ここのところ、はい、スプリングコートは紹介いろいろしてるのでまだあるんだけど、はい、あえてちょっと超短い感じで、うんうんうん、少し生地に厚みのあるものを合わせるといいかなと思いますが、これで普通にカーディガンはもう全然合いますね、うん、はい、ロングカーディガンでもいいですし、ね、でジャケットでも平気、あのズボンが着る予定だったけど朝の、まあ、あ、ここにあるめっちゃ可愛いです。可愛いですよね、うん、可愛い、はい、ここのところは今度はポイントなんだけど、こういうの着る場合はポイントをむしろ消しちゃう、はい、意識しないで着ちゃいましょう。また全然雰囲気変わりますね。まあ、モッチさんの場合はこの感じでいいかなと思うんだけど、うん、でそうですね、そう、こんな感じ、うん、ちょっと雰囲気変わりますよね、はい、なんかオフィシャルな場面でもいけそう。そうですね、うん、そうですね、はい、うん、こんな感じかな、うん、こんな感じではオーソドックスに着ても平気、うん、で一番いいのはちょっと前、ごめんなさい、スプリングコート、うん、バッチリスプリングコートなんでも合いますね、はい、うん、突然持ってきましたけど、うん、あ、でもこれあの丈感もぴったり、ね、ぴったりですね、うん、急に振られて一瞬困りましたけどこんな感じ、はい、こんな感じもいいかなと思いますね、はい、あ、いいじゃない、はい、ね、あの柄物のスカーフを使うときは、うん、服は絶対無地でしょうか。
基本的にはそれが一番いいと思います。はい、柄に柄を合わせていくっていう、うん、作戦ねってやってる人もいるんですけど、柄に柄だと柄同士が普通にこう主張しちゃうので、はい、柄がむしろ消えちゃうので、はい、柄の良さが全くなくなっちゃうので、喧嘩しちゃう、はい、だから例えば黒白のチェックに黒白のストライプを合わせたりとかそういうね、技もあるんだけど、はい、あんまり楽しくないから、うん、柄に柄は計算してもやらない方がいいと思います。なるほど、はい、やっぱりポイントをちょこっと持ってくる感じがいいと思います。はい、ね、なんかいい感じよね。はいはい、これ抜いてみて、まあ、今日はちょっとこの感じおすすめ、しかも値段が安い。そうですね、ワンピースで23,000円、すごい、もう一回見せて、裏の透けが心配ないよっていうの。はい、このがカットポリ、ポリ100、ポリですね、ポリ、はい、ポリ100で20、30になってます。はい、ね、安心です。はい、で、ちょっとモッチーさん見てくださいね、ここの髪の毛。はい、ちょっとポイント、はい、うん、片耳にアクセサリーも、はい、ね、今更ながらっていう部分もあるんだけど、また楽しい感じしますね。いい感じですね、いい感じですね、はいはい、ありがとうございます。もっと大きめのパールっぽいね、うん、パールのネックレスでもいいね、コットンパールのね、うん、イヤリング、うん、はい、ね、はい、してみます。はい、ありがとうございます。さて次は、おー、それかい。はい、じゃあ熊谷さんですね、お願いします。はい、熊谷さんお願いします。はい、はい、熊谷さんです。今日はなんかそそとしてきましたね。はい、うん、自分でもしよかったら説明してください。あとポイントをアップして、ズームアップしてもらって、そのポッケの作りとかね、はい、朝のブラウスは、はい、スカートと、はい、あとイブルースの、はい、綿とシルクの、うん、ブラウスです、ね、ブラウス、はい、お袖はここまであるんですけど、ロールアップ手首までね、はい、はい、むちゃくちゃ綺麗よね、これね、透け感がとってもあって、うん、はい、綺麗です、うん、綿ローンですね、はい、ここのところ、うん、はい、しょっちゅう言ってますけど、はい、でここのヨークの部分ちょっと見てもらっていいでしょうか。この部分ヨークって言うんですけど、はい、ここが二重になってますね、透け感を少し抑えるように、うん、でここから切り返したは1枚、ここのところを二重に貼ってあって、はい、少しだけこう保守的っていうのはちょっとだけしっかりカバーしてる、うん、透け感をちょっと落としてます、うん、見てこの着心地、着て分かると思うけど、めっちゃ気持ちよくない？軽くて気持ちいいです。飛んでけー、遠くまで飛んでけー。肌触りもとってもいいですね、軽やかでいいですね、うん、いいですね、とても好きなコーデです、うん、そう、でこの場合にポイントは、うん、一応開けたりして着てもらいたいシャツなんだけど、うん、こういうシャキッとしてる朝のスカートがベースにあるので、はい、ちょっと首元もボタンを全部つけて、うん、止めてもらいました、うん、この透明感、うん、ここの中のキャミの黒、はい、この透け感もむしろ活かしたいので、うん、ここを止めてもらいました、うん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 、止めた方が女っぽくなる。そうですね、はい、この場合はね、うん、この透け感はちょっとね、計算です、うんうん、これは、はい、素晴らしい。透け感を活かしたい時にはできるだけ、うんうん、塞いだ方がよりいい意味でセクシーになる、はい、なるほど、うん、やらないと、うん、そうで聞いてんじゃないですね。そういう着方をむしろ意識してやってもらうといいかな、はい、でこのポッケの説明した？してないです。うんうん、はい、見て見てこのポッケ、はい、ちょっとこう面白いんです、ほら、あ、すごくないですか、はい、お口がある、そう、はい、ほらほら、どうやって縫ってんの、どうやって作ってんのって感じしませんか、うんうんうん、すごいね、うん、知りたい人、見たい人は当店までご来店ください。そういうことなんだ、うんうん、そういう流れか。そう、技術がすごいんですよ。でもすごい綺麗。でここにね、うん、ハトメのようにビスでここのところの割れを塞いでますね、うん、デザインポイントにもなってるし、うん、現実的に技術的な部分でしっかりとこう補強になってます、はい、ここのポッケが裂けないようにね、うん、
シンプルだけど素敵なコーデ、ね、うん、熊谷さんお似合いですよ。ありがとうございます。はい、色違い、色違いありますか？ブラウスはありますか？ブラウス黒あります。それぞれ見せてください。ブラウスが、29,000円、イブルースです、うん、あとスカートが朝のスカート朝100で、33,000円です。はい、はい、お色違い、お色違い、はい、ブラウンです。ブラウン、はい、明るめ、なんだろう、明るめ、グレー、グレーですね、うん、そうですね、うん、で裏のこのバイアステープ、グログランが、うん、はい、濃い、濃いというか茶色か、うん、はい、茶黒、茶黒、うん、また勝手に名前つけました。綺麗な、すごく綺麗な、うん、光沢があって、うん、でこれもあの縦糸、先染めの、 あの無地なので、うん、縦糸と 横糸の色がちょっと違うんですね、はい、なので玉虫風になってます、はい、光沢は朝だからないんですけど、はいはい、ベルトとスカートは別々で す、 です、ね、はい、でウエスト部分はそういう、うん、あの、そうで、ね、腰で履く感じですね、はいはい、インベル外してるので、はい、逆に言うとサイズ感は結構拾えます、はい、履く位置によります、ね、はい、でクマウエストがちょっと細すぎるので、はい、ベルトしないとポイントが、はい、あのずれちゃって、はい、間抜けなので、うん、ちょっと思いっきり差しベルトで締めてますけど、締まります。普通にこういう感じで着ていただいても綺麗ですね、うんうんうん、何もする必要はないんだけど、はいはい、ただ、まあ、メリハリをこうつけて上と下の色を切り替えて、うん、はい、ここの、まあ、要するにローンのブラウスの透け感を生かしたい部分で、はい、うん、ここにポイントをガツンと作りましたね、うん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 、この感じで可愛いんじゃない？可愛いです、ね、はい、ちょっと大きいですけどね、はい、はい、はい、うん、あ、それで、それで私あれを羽織る、濃い、濃いです。熊も、はい、来ます。はい、さっきの色違い、色違いです、はい、色違いです、濃いめですね、濃いです、はい、はい、じゃん、なかなかいいですよ、いいですよね、うんうん、この丈感とスカートのこの位置が絶妙で、うん、ちょっとこの場合は濃い色がいいです ね、 ね、はい、その通りですね、うんうん、こちらの色がちょっと薄めなのでね、うん、ちょっと濃い方を持ってきた方がメリハリがつくかな、かわいい、はい、じゃあ、はい、コマカちゃんのバッグは今はいいですね、いろんなハイブランドでも、ね、うん、主流になってるけど、うんうん、大きいかちっちゃいかだね、バッグね。そうですね、うん。それと今日はさっきのモッチもそうなんですけど、はい、熊も、レースアップのショートブーツ履いていただいてるの。はい、今日の天気、はい、やっぱりこう、うん、日々にあの、うん、温度って温度差があるんで、特に春はね、うん、少し今日明日、はい、しばらくまたちょっと若干涼しい感じが続きそうなので、うん、涼しい感じの中に、ま、白のスニーカーとかよりはこの黒の方がいい意味で。はい、うん、締まるっていうか気分がテンションが上がると思いますので、はい、テンション上げて、はい、テンション上げて、はい、ね、はい、ガツンっていくぞ、はい、このままいくか、せーの、よいしょって感じですね、なんか濃厚、よいしょ、あらさ、はい、次お願いします、はい、ありがとうございます。今日はあと、あ、はい、はい、いや、今日はね、違う、今日はみんなに、はい、これやってもらってます、サングラス、はい、はい、というわけでサングラスの女王、はい、全然違います、はい、皆さん今日もどうぞ、はい、ということでシンプルに、はい、はい、今日はセットアップのスーツを着てみました、はい、いかがでした、はい、ピンクベージュのね、綺麗な色、はい、褒めまくっちゃう、いつもね、うん、でストールをしてみました、うん、はい、もう説明して、はい、え、ちょっと楽した、ね、これ、うん、こうちょっと光ってる、そうですね、あの特殊なの、手、なんて言うんだろう、サテンみたいな感じの、うん、これも最近よく言う出オリ、はい、アイアオリの、うん、あのポリエステル素材のね、うんうん、ツヤツヤですね、た、はい、だまあ素敵な色って本当素敵な色、ね、派手じゃないのよね、うんうん、そう、綺麗な色、ピンクなんですけど、うん、なんちょっとうん、ね、うん、なんて言うんでしょうか、そう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 、ね、あのそう、パープルがかった薄いパープルっぽいピンク、ピンクベージュ、うん、ピンクベージュ、うん、そう、ベージュが入ってますよね、うんうんうん、でこれ今日スーツであの着てるんですけれども、うん、T シャツとデニムとか
そういう感じで、ジャケットを使ってもかっこいいですよね。かっこいい。今日はね、特にジョーなんか3パターン全部ね、はい、セットアップを着てほしいと思ったんですけど、とにかく断言しておきますよ、去年からしつこいけど、はい、上下、要するに、上下お揃いの感じ、要するにブラウススカート、ブラウスパンツ、ジャケットパンツ、ジャケット、はい、スカート、はい、要するにこの以前でいうところのスーツみたいなね、上下セットアップっていうのはもう、はい、この秋、春夏秋冬絶対ドメインになってくるんで、うん、ちょっと気分的に、うん、あの今ピンとこない感じがある人も無理くり見てください、はい、ピンとくるように感じて、はい、そのピンとくる部分で、うん、もしかしてね、うん、あの着てほしいっていうのもあるので、うん、とにかくしつこいようです、マレー上下マレーラです、うん、で、はい、おサイズは2サイズあります。はい、はいはい、これは4です、下のブラウスが見たいですってことなんですが、それは、スカーフをね、あ、ちょっと説明、そう、うん、これちょっと抜いてみましょう。スカーフなんですが、はい、本当はここまで長いスカーフ、普通のね、そうです、はい、大判のスカーフです、はい、それを正方形ですよね、そうです、ね、はい、それをブラウスのようにしたんですが、はい、ちょっと大判で長いんですよね、はい、それで下が、リブコフの普通のカットソーなんですけれど、ね、とっても綺麗ですよね、シンプルな、はい、それがちょっとつまんないかな、綺麗なんですけど、はい、でこれをブラウスのように見せるために長いのと一緒でここに入れ込んでたんですね、今さっきパッションはね、 A ちゃんのまんまでいいじゃんって言って A ちゃん流しね、嫌だわそうしたら嫌ですって言われそうそう、はい、だからこういう風に、うん、おしゃれなスカーフ使い、うんうん、そうですね、スカーフ、だからあの、うん、本当にこうやってあれすると、うん、ブラウスを着ているみたいにはなるんです、ね、そうですね、なので皆様もね、持ってらっしゃるスカーフでいろいろ、とにかくセットアップは絶対注目してくださいね、まだ他であんまり見ないとかそういうのはなくて、1年後2年後、はい、もうバカのように出てきますからね余計なこと言っちゃった、はい、はい、たくさん出てきます、はい、あのファッションとしてね、はい、今はもうまだ入り口だけど、うん、そうですね、1、2年得しますよ、うん、3年後ぐらいに溢れてきますから、はい、はい、でもセットアップでもバラに使えますしね、ね、つい、はい、やっぱりいつもかっこいい女王ね、かっこいい、スカーフも楽しい、身内自慢で申し訳ない、はい、世界でジャケットは57,000円で、パンツが33,000円、はい、マレーラですね、はいはいはい、最近ちょっとね、女王もね、気が緩んできてね、ちょっとずるっとしたファッションになってきたんで、はい、ファッションさん余計なこと言っちゃいました、はい、ちょっとやばくない、ビシッとかっこよく言いましょうって、あと50年、はいはい、頑張ります、ストレッチ効いてますよね、そうですね、はい、多少、多少です、お色はこのピンクだけです、はい、はい、そうです、はい、はい、はい、どうもありがとうございました。ほとんど俺の会話スルーされてる感じだねいや、あのたくさん見てくださってて、うん、皆さんたくさんコメントくださってるので、はい、松井さんにも配慮が大事です、はい、もう へーへーへーに答えようっていう、はい、すごい心遣いを、ありがとうございます。ゆっくりになっちゃったよ喋りが、ね、そうか今日からね、少しね、喋りを早くしたいって言ってるんですけど、ライブの喋りをちょっとテンポよくやってみようかなと思って、うん、あんまりこんな早く喋らないから、うん、ちょっと何喋りだすか分かんないんですけど、うん、頑張ります追いつかないね、追いつかないの、言葉に口に頭が追いつかない、はい、俺なんか頑張りますはい、ですね、ちょっとセットアップじゃないんですけど、新作のイブルースのワイドパンツ、うん、これがすごい可愛くて、ちょっと着たくってご紹介したくて着てみました、はい、可愛いね、なんかずるっと、うん、ゆるっとしてるんだけど、はい、ゆるっとがだらしなくルーズじゃないのね、うんうんうん、おしゃれですよね、うん、またこういうニットのラメ感とかもすごい効いてると思うんですよね、うんうんうん、ラメ感見せてください。珍しいんですよ、キャメルとシルバーのラメですね。ブログにも出たんですけど、うん、ちょっとこの素材感ってなかなか伝わりにくいです、うんうんうん、実際すっごい綺麗です。綺麗ですよね、うん、これがマットな感じじゃないので、ラフな着こなしもちょっときちんとした感じが出るのかな、うんうん、色違いでこのブルー系もあります、はい、ブルーに銀糸、銀糸ですね、はい、銀糸のミックス、はいはい、これも綺麗よね、うん、ブルー自体もグラデーションになってますね、うんうんうん、パンツが爽やか、セーター素敵、本当素敵、ね、その
コーディネートすごい綺麗。可愛いですね。さっきからのぺっとした感じでいいよねって言うと、そののぺっとした感じっていうのが気に入らないって言うんですけど、のぺっとしていいでしょ。なんかいい、なんかいいって言われるけど、私すごいいいと思ってるんですけど。あっていう話だよね。元さが何だったら。そうかそうか。うん、すごくいい。これに羽織るものはどうしようかなっていろいろ考えて選んだのがこちらですね。そう、これからサマーニットいいですよね。これがまたね、のぺっとしていいんだわね。ニットは3万、ニットは35,000円で、パンツは25,000円です。これがね、はい、結構いいでしょ、うん、しかも超お手頃だよね。これお手頃ですよね、結構使えるし、うんうん、いつも着てるよりは安く見えちゃうんだけど、これは着てるのは高く見えるね。なんか絶対ディスりますよね、うん、なんか絡みたい、かっこいいね、うん、全然メーカーも違うんですけど、うん、なんかいい感じではないでしょうか、うんうん、いい感じね、ゆるっとしてんのに、うん、なんかこうダボっとしてね、うんうん、究極のあのゆるかっこいいファッションだよね。なんかあんまり閉まってないですよ。褒めきれてないか。褒めきってくれてるか。今日も最高に、長妻さん切れてますし。今日も最高にチャーミングだよ。でも素材感の良さがすごい出てる。遮る遮る。このパンツも面ですっごい着心地がいいんですよ、ね、うん、贅沢なね、うん、ツルツルの面、はい、シマークスタイルですね、うん、はい、でなんかでもいい感じ、うん、上手に着てます、うんうん、すごくいい感じ、うん、めちゃくちゃ可愛いです、ね、うん、パンツのこういうところも可愛い。あ、ハイウエストで、うん、シャーリング。そうで前ボタンですね、うんうん。それぐらいハイウエストでも入れてもいいんですかね、中島さん。インしても。うんうん、インしちゃってみて、うん。全然平気です、うん。このぐらいだったらインして平気ですね。うん、ざっくりをインしてるのはどうも生理的に嫌で、街中歩いてるといつもこう挑戦的な表情で見てるんですけどね。いつも挑んでるんですね。そうそう、え、なんでなんでやめたら見切れてませんか、うん、見切れてる。ジャケットいいですねって、色合いが絶妙ですよね、うん、力みがない、そう、力みがない組み合わせ、まさにそうです、ね、はい。あと他にあのジャケットは黒があります、うん、あ、やっぱりウエスト部分見せたら可愛い、うん、うんうん、可愛いですかね、うん、結構なハイウエ、ちょっとごめんなさい、少し下がったと思う。ちょっとあれやる。クリップ。あ、ちょっとやる。スルスルしてるんですか、はいはい。すいません。ちょっとクリップで止め。はーい。かわいい。はい、ね、うん、この色合いがまた可愛いんですよね。うんうん、すごくいい感じ。か弱い下使いでございますから、なんないと思ってください。ちょっと可愛いと思います、うん、いい感じです。インしても可愛いと思います、うん、似合い、ね、うん、良いね、うん、そう、足長効果ありますね。確かに確かに、本当本当あります。うん、うん、長い、うん、取ってつけたっていうのはこういうことです。なんだかな、うん、長い。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ次はくまちゃん、はい、はい、今もしかしてシマークで一番人気のワンピース、うん、着てもらいました、はい、いかがでしょう。メッシュ、メッシュ、メッシュ、私はメッシュがね、うんうん、はい、思ってる以上に、うん、もうメッシュ押し押しなんですが、はい、押し押し以上にフリーのお客さんの反応もいいですね、うん、ちょっと前見せて、ちょっと新しい感じですよね、はい、うん、新しい感じ、はい、これもさっきのね、ここの透け効果とここのところで、うん、ちょっとだけ透けさせてて、全体に同じメッシュなんだけど裏を当然貼ってますので、はいはい、まあしっかりと、まあ着てて、うん、品性の部分と女らしさの部分を生かしてますね。襟もいいですよね、はい、襟もそう、うん、綺麗だよね、綺麗、これもちゃんとつけてもいいし、ちょっと立ててみて、ちょっとごめんなさい、この場合だとこのぐらい外して着てもいいかもしれないですね、全然胸 の、 あの、はい、心配もないので、はい、うん、開けるときも、まあ、いつも言ってるように、ここにチョーカーとかあったらいいのかなと思います。うん、チョーカーあった、
似合ってますってくまちゃん素敵ですって可愛い。この下の裏地とここの足が見えるところの分量感抜群かなと思ってます、ね。セクシーすぎなくて素敵ですね。本当ね、いいですよね、うんうん。それアロハって書いてあるんですか。そうなの。なわけわかんないね。アロハです。アロハです。まさに、うん。なんでアロハなのか。アロハ。アロハ。アロハだよね。わけわかんないね。まあ、でも楽しくなる感じで、うんうん、はい、ね。サイズ感もね、ちょっとクマにぴったり合ってますね。うん、こちらが。S と M で2サイズ、はい、追加追加で、はい、マレーラから、はい、投入していただいてます、はい、今、まあ、しつこいようですけど一押し一番人気のワンピースです。数ある中でね、はい、マレーラで39,000円で す,、うん、ですね、お手頃って感じよね、うん、シルエットが綺麗ぴったり、ほんとぴったり、かわいい。ここを開けた時は少しね、チョーカー入れた方がいいかもしれないですね、うんうん、きちっと留める時は何も当然いらないんだけど、うんうん、この着方もありかなって、はい、で、もう一回バッグ持ってみて、インナーはそれ上下つながってますか。全部つながってます。全部、はい、張り付いてる、はい、張り付いてます、張り付いてる、張り付いてる、つながってます、裏地としてくっついてるので、はい、で、はい、でここは、はい、まあ、張り付いたように中ができておりますね。はい、張り付いてます、はいはい、綿のストレッチの効く、うん、ポリエステルの、はい、はい、伸縮しますですよね、はい、うん、着心地だから抜群ですね、うん、短めなのでね、その下のね、はい、メッシュを生かす感じも綺麗ですね、とても綺麗よね、はい、うんうんうん、はい、あ、で、これだと寒いので、さすがに、まあ、今日の陽気だと寒いなと、無敵の元気女でもね、メッシュですからね、はい、メッシュでも平気でやめるから、下方の、うん、このピンクの感じ、はい、初めて私は着ますけど、うん、似合っちゃうよね、きっと似合うんですかね、うん、続々とかっこいい人たちが待機してるね。負けるな。あ、負けるな。うまこ。負けるな、くまこ、うん。はい、マレーラのトレンチコートですね。75,000円です。綺麗なピンク。あれ、肩結び。あ、ごめん、絶対抜きすぎかい。肩結びだ。そして腕がだらない。締めすぎ。ありがとうございます。言われたこれリボンが長いから蝶々結びすると可愛いんですよ ね。はい、ございます。はい、あ、やっぱりいいですね。うん、形が綺麗。うん、綺麗ね。うん、このレーン、はい、後ろも綺麗。はい、うん、これでもう一回バッグ持ってみましょう。はい、ピンク可愛い。本当綺麗なピンクです。はい。ちょいたま、手が崩れて、あ、失礼いたします失礼いたします。おお、はい、大丈夫ですか。はい、はい、はい、うん、この場合もうちょっとさ落ちてきちゃう、うん、あ、そうか、ちょっとごめんなさいね、うん、そのぐらいがいいね、はい、少しこう見えるぐらいね、はい、色が出たら、はいはい、落ちてきちゃう、頭の手が落ちてきそうで怖い、この感じちょっといかがでしょう、はいはい、この場合も今日の天気に合わせて、はい、ショートのレーサーって感じですけどね、今日は今日はもう大概足元、はい、今日明日の感じはショートブーツぐらいがいいかなと思います。はい、うん、ちょっとかっこいいでしょ、うん、かっこいい。コート羽織ったら頭のメガネが効いてるね、そうですよね、うん、いい感じ、うん、よかったです、うん、はい、とても良いです、はい、かっこいいです、うん、バッチリですね、バッチリです。はい、はい、じゃあありがとうございます、はい、ありがとうございます。うん、かっこいいな。はい、いきます。かっこいい、はい、これって、あ、違う、かっこいい、いいですか、ワンピースが素敵ですよね。いやいや、もう早くしてください。ワンピースが、どうだ、マイクさん、かっこいいでしょ。あんたの方何言ってたの、もう身内だけですよ、そう言ってるの。まいったか、みたいな、はい、ね、なんでもないのにかっこいい、はい、ワンピースです、はい、ゼブラの、はい、
素晴らしいですね。うん、なんでもないワンピースなんですけどね、飾って綺麗ですよね。中島さん、じらすねって言われます。そうそう。で、これ全部前開きなんです。はい。もう、ね、パパパパと。で、今日は、これを、なんだ、一枚着で、はい、コートの感じでの着こなしもやりましょうかって言ってたんですけど、はいはい、ちょっと王道でワンピースのまんまでこれをお見せしたいということだったので、そしたらそうですね、足元ももう王道、パンプスです、エナメルのパンプス、エナメルじゃないけどね、光沢のある革の、革のベルト、サッシュベルトでポイントをつけて、こちらにちょっと豪華な、紹介しています。はい、ゼブラすごく似合ってる、ね、多くな、足が綺麗。これね、隠し味でね、柄に。そう。色を入れてる。ちょっと茶、ベージュ。そう。ね、わかりますかね。わかりますか、ね、ちょっと見てもらって。ちょっと濃い、濃くなってる部分がある。コーヒーこぼしたみたいな。悪く言うとね。そうそうそう。でも素敵なんですよね。はいはい、前はあれですよね、スリット、ボタン外してるんですよね。そうです。そうです。そうです。そんな深く、はい、スリットは前は深くないです。宮、は、部、いはい、さんはなんか足が見せたいから、開けてます。そうそう。胸は見せたい。足は見せたい。夜中着たくない。そう。ラスガだからね、はい、本当自慢なのよね、はい、このかっこよさはね、はい、この上にちょっと何か羽織りましょうかってね、コートもいいんだけど、朝のポケットにします、はいはい、まずカーディガン代わりにね、あ、はい、そうですね、一番手抜きの感じの着方です、はいはい、どうでしょう、これかっこいいオリジナルの、うん、ビヨンビヨンの、はい、ビヨンビヨンです、はい、手抜きの着方って言っちゃ変だけどね、はい、カーディガンのように着る感じですね、うんうんうん、でも合ってるいいですよね、はい、すごい丈が短くて綺麗だと思います、うん、ね、やっぱりちょっと短めの方がバランスいいですね、そうですね、これだけフレアが入ってる、はいはい、と言ってるそばから、言ってるそばから短めがバランスいいですねって言ってるそばから、はい、今度はラインウエストのシェイプが、このワンピースのシェイプ具合に合ってるので、はい、ここのね、ここのねシェイプですね、はい、かっこよすぎます。その子かっこいいね。うん、どうですかね。パックは？あ、違う。失礼いたしました。そうか。そうそう。こんな感じになりますね。うん、かっこいいですね。はい。ジャケットは、うん、5万円。はい。ホッシーで5万円。色違いが黒とベージュです。はい。ホッシーさんのベージュとか。はい。ワンピース裏はついてますか？これついてないです。ついてない、1枚です。ついてないですけれども、はい、つけないです、はいはい。照明当てても大丈夫ですね。大丈夫です。はい。はい、5万3000円ですね。はい、素材はごめんなさい、何ですか？綿100です。はい、100です。はい、いい綿ですよ。いい綿です。すごくいい綿です。はい。じゃあ、はい、上から、ちょっと、外しましょうか。はい。ね、ちょっとでも当たりがないので。はい。はい、そのサッシュベルトをなさってもいいし、そうですね、うん、どっちでも大丈夫、はい、でもこっちの方がね、そう、ベージュのジャケットと合わせてもかっこいい、本当かっこいいですよね、うんうん、かっこいい、いっぱいファッションさ、このまんまでもいいんですが、はい、シマークではベルトがあるので、ね、はい、ベルトをしてみようかなって思います、うん、はい、もうこのベルト使い 4,5 年ずっとやってるから、見てらっしゃる方たちは若干のね、あ、またっていう部分あるかもしれないけど、巷にはないんで、はい、この着こなしを相変わらず素敵と思ったら、どんどん活用してほしいです、うん、そうですね、はい、はい、モード最前線やってますからね、うん、島に、うん、どうかな、ね、はい、日本一の春景色、あれですね、うん、見えないからどうか、参ったかみたいなね、うん、そ、あ、その上からベルトって、はい、そう、そうなんです、上から ね、はい、宮部さんよくしてますよね、はい、ジャケットの上からね、はい、うん、もうこれはね、あのスタンダードなコーディネート着こなしだと思うんですけど、はい、うん、やりすぎっていうことはないので、はい、もう存分に楽しんでやってほしいですね、はい、こういう着方、はい、そうですね、そしたらあなたも宮部になれる、そう、そういう時はちょっと太めがいいんですよね、そうですね、うん、ポイントを ね、線を作るような感じよりガツンとやった方がいいですね、はい、ジャケットの分量に負けないような感じで思いっきりやった方が格好がいいんですよ、なるほど、はい、取ってつけたような感じじゃダメよ、恥ずかしげじゃダメですね、恥ずかしげで恥ずかしい、はい、うんうんうん、
と思います。そんな感じですよね。はい、ベルト買ってくださった方が活躍してます。よかったです。ありがとうございます。ガンガンやってくださいね。いろんな使い方して平気だから、ね、勢いでやっちゃうんですよ、はい、誰もこういう格好してないって、例えばこの格好が変と思ったら誰もこういう格好してないっていうのは変なんです、はい、この格好を見てうわ素敵と思ったら間違いなく素敵なので、うん、あなたもやってください、はい、ぜひぜひ、ね、ぜひぜひ、ね、はい、はい、では、はい、ありがとうございました。あらもっこちゃんかわいいわね、あなたこういう感じになっちゃった。あら着るものでまたこうもチャーミングになるのね。ありがとう。はい、早く行ってください。やっと上下揃いましたもん ね、ファッションライブとかインスタライブ何回も出てますけど、はいはい、黒のフード付きのブラウスとショートパンツで着てみました。はい、やっぱり可愛いですこれ、うん、フード付きのブラウスがマレーラで2万9000円で、ショートパンツが2万3000円です、うん、この後これをどう着るか、はい、上着でねだいぶ表情が違いますので、うん、はい、上着をちょっと3方着てもらいます、はい、それぞれ素晴らしいですよ、はい、日本一の春景色がここにもございます。はい、はい、ちょっと砕けてみましょう、はい、今宮部さんジョーが着たワンピースと同じ柄の綿の、はい、ジャケットがあるんですよ、ね、ジャケットですね、はい、いいですね。可愛、うんね、くないですか、うん、どうですか。可愛い。望月さん可愛い。可愛いよね。可愛い。可愛いよ。可愛いよ。私が着るとちょっと虎柄に見える。うん、大丈夫。あとバッグちょっと。黒の闘争心生まれだし。黒のメッシュのバッグない。黒のメッシュのバッグ。はい。ジャケット。人は、3万7千ですね、うんうん、そう、さっきの宮部さんのワンピースと同じ柄です。素材はあのちょっとこう、何て言うんですかね、綿のね、キャンバス地みたいな感じのね、そうですね、いい生地の、はい、ちょっとこうちょっとハリッとして、ハリッとした感じですね。でもキャンバスのようにガサツではないですよ、うんうん、いい生地です、うん、あら、いいじゃない、黒黒黒で締めたいですね、うんうん、かっこいいね、かっこいいですよね、うんうん、ぴったりチャーミング。あ、いいじゃん。ナイス。よいしょ。よいしょですか。よいしょ。よいしょ。はい。されたけど。こちらはセットアップにもなります。はい、スカートがありますね。はい。こういうセットアップにもなります。セットアップにした時も柄がちょっと流れる感じで多いかなって思う時にはこういう風にポイントで。うんうん、黒で押さえてもらえると、うん、はい、この柄の多さが消えますね、うんうんうん、ぴったり。さすがラムちゃんみたいで可愛いですね。なんかね、虎柄見えなくない。ラムちゃん可愛い。可愛いですね、うん、本当に T シャツで着てもいいですし、うんうん、そのフードがいいですね、ね、うん、すごくいいですね、うん、かっこいい。はい、じゃあ今言いまして、ジャケットを変えるとこうも違う、はい、この次に今日パッションさん一番しびれてます、はい、ジャケットを着ていただきますね、うん、今日入ったんですよね。今日入ったの、次のじゃないですよ、C だよ、うん、あ、これもいいんだ、これは昨日入ったのこれもいいんですけどね、これもいい、これもバッチリなんですよ、はい、ティーラベントの宮本さんとか見てると喜んでくれるかな、うん、ティーラベントです。はい、ティーラベントです。多分見てください、うん、ね、あ、嬉しい、ティーラベントですティーラベントです。なんなの、わかんない、なんかいきなりの、最近あんまり、ねね、出してなかったからちょっとアピールしてまくってますね、うん、かっこいいでしょう、ね、かっこいい、このスリット、うん、あ、スリットが見て見て、うん、ね、見て見てだよね、かっこいい、見て見て見てほしい、すごく合いますね、うん、ほら、うん、どうでしょうか、いいでしょう、あるバッグはすごいいいと思います、はい、ね、ティーラベントのジャケット58,000円、ティーラベントのジャケット、ティーラベントがいいんだろう、ティーラベントさん好きですって、ありがとうございます、うん、いいでしょ、はい、ね、お素材は何ですかね、これはですね、はい、レイヨンナイロン朝ポリウレタン、はい、あのすっごいサラッとした素材感で、ストレッチがものすごい効いてるしね、ビヨンビヨンで、はい、うっすら透けるぐらいの
生地の薄さなんですけど、うん、だから真夏もいけそうな感じで、うん、そうですね、これから夏用だからね、はい、ビヨンビヨンなんで長袖も着れますけど、うん、このまま真夏に移行できます。めっちゃかっこいいですよ。このところも綺麗ですよね、うん、基本的にはこのタイプって女王がねもう18番お箱のね、うん、あの長さシルエットなんだけど、うん、こういうちょっとキャラが違うキュートなね、うんうん、持ってんじゃっちゃったらもっこって言わないで、これだと結構こうシュッとしてるので合わせやすいです、うん、はい、そう、うん、ここのところがね、フードのラインデザイン生かすのにここに何もこうデザインがない方がいけるかなという感じですね、うん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 、そしてそして今日そうこのジャケットオフィスでももう本当にお仕事にも、もう何どこにでも、うん、はい、本当に気持ちいいです、うん、すっごい気持ちいい、うん、ですよね。これちょっとお値段するけどもうあったら絶対大活躍すると思います、うん、はい、むちゃくちゃおすすめです、はい、で次の一点がさらにおすすめ、今日入りました。なぜかね、ライブに合わせて送っていただいた感じ、ね、さすが宮本さん、うん、優しい優しい照れてますよ。見てくれてなかったら圧巻ビーだな。ちょっと見てください、今日一番の引っ張る引っ張る、もうね震えてます、しびれてます、ファッションさん、はい、見て見て見てってやつよ、ほんと綺麗それ、ちょっとどうですか、綺麗、なんかすごいね、本日パッションの一押し、一しびれ、はい、あ、ごめんなさい、ジャケット真っ白ですよね、あ、真っ白です、真っ白です、はい、こちらも真っ白です、真っ白です、はい、はい、うん、あのキラキラしてね、ね、うん、すっごい綺麗です、わかりますかね、うん、そう、シャネルっぽい感じ、そうですね、うん、白に、うん、はい、王道、はい、春夏のツイードってね、うんうん、綺麗、ラメ、うん、もう本当に綺麗、本当に綺麗、ラメ紙がすごい、うん、単に織り込まれてるだけじゃない、そうなの、外側にもちょん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 生地に巻き入ってるの、うん、で、かわいい、かわいい、ちっちゃい、で、ビーズみたいのがね編み込んであるのね、綺麗、すごいすごいですね、もう私今日これ開けた瞬間来ましたから、やっぱりこっそり来ました、来ました、こっそり、もうね、本日のスーパー一押しです、うんうん、生地がイタリア製ですね、うん、はい、もうね、トコ製であろうと、もうこれそのものに価値がある、はい、ね、で、バッグも一回持って、うん、黒白でこう押さえるのもいいでしょ、そういうカジュアルな感じもいい、綺麗、ね、ね、うん、飽きてないでしょ、白とか黒って ね、 ねって、もう飽きたかなとかいう感じじゃないでしょ、うん、ほら、見て、はい、ちょっとドヤ顔でですね、うん、一押しです、はい、サイズは38で、お値段は、はい、58,000円です、はい、はい、スーパーいいですよね、スーパーいいです、はい、あ、松井さん似合いそうだって、 ありがとうございます、絶対似合う、こっそり来ちゃった、ちょっと意外と似合ってました、そうそう、ちなみにこれ柔らかいですよね、柔らかい、ね、うん、すごく着てて楽です、はい、ですよね、綺麗、はい、すごいよね、もう綺麗っていうか美しい、うん、そうですね、美しい、うん、スーパー美しいです、うん、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、最後のシーンが、あのパッションが大好きなギャッツビーのイメージですね、この光沢感、キラキラ感、シャネルのね時代に、はい、あのとても重宝された感じのデザインですね、はい、それを今度はクマギャッツビーです、はい、はい、クマギャッツビーお願いします、綺麗な色、はい、こちらもギャッツビーです、はい、はい、説明して困るのよ、どういうところがギャッツビーですかね、どういうところがギャッツビーですか、このね素材感、あ、素材感、はい、はい、単純に素材感とこのニットの流れる感じ、はい、それとコーディネートをかませてるんですね、この辺の感じ、この辺の感じ、うんうん、あの普通に着たらあれ割とコンサバなセットですもんね、だからこういう使い方で表情がガンと変わるので、はい、ガンと変えていきたい、これは、はい、でないとちょっとつまんない、うん、色が綺麗なだけのね、あら今日映像と音が微妙にずれてますねって、あらそうですか、どんな感じなんでしょうかね、うるさいですか、どうですか、ね、ちょっと教えてください、はい、やばい、はい、
一応スカーフはマークケインの、はい、あの鳥さんとかアニマル柄がいっぱい入ってるやつ、うん、こちらもラスト1万になりましたけど、はい、シルクで、うん、1万9000円ですね、大判です。はい、綺麗に色目があるのでちょっと黒で押さえてここで大丈夫です。あ、私は大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですかね。はい、何かあったらすぐおっしゃってください、はい、この感じですね、見てください、このプリントの感じ、はい、あとストレートな感じでちょっとローウエスト切り替え、これもちょっとクラシックな、うん、もうほんとギャッツビースタイルですね、このワンピースもね。なるほど、ポイントがここの切り替えですね。はい、はい、ありがとうございます。で、こちら色違いが、はい、はい、あ、たまにずれるけど、今日は大丈夫一瞬止まりました、あ、すみません。黄色とネイビーと黒、はい、で全部で4色になりますね、はい、うん、で、ポイントがね、あの、クマが着てても、ちょっとこうひよこちゃんが着ても、うん、あのひよこの、はい、あの感じがあの消えて、うん、女らしい優しいラインになりますね、はい、ここの恐れの感じ、ちょっとパフじゃない、キャップスリーブみたいな感じになってるんですけど、はい、ドロップさせて、で少し体格のいい元気な体格の、うんうん、ちょっと元気な腕の方にもこのアームは入りますね。よかった、入るわ。なので、あの号数で言うと11号ぐらいの方まで楽に来ていただけます。はい、これだけ余裕ありますからね、うん、はい、あ、なんか今日はちょっとズレが気になる方もいらっしゃったみたいで、すみません、申し訳ありません。はい、これを切って完成ですね、うん、はい、何でもないけどこれすっごい綺麗です。そう、あのね、はい、がここスリット入ってて、ちゃんとセットになるように計算されて作られてます、ね、着こなしだけちょっと注意してほしいのは、はい、少し遊ばないと地味になる、はい、変な言い方ですけどね、普通になっちゃうんですね、うん、はい、つまんなくな、はい、そう、アダルトに渋くなっちゃうので、はい、思いっきり遊んでほしいですね、はい、こんな感じよね、うん、もう一回ラスト、これも結構気に入った、はい、ね、最初着てもらって、そう、色味が良かったですね。そうそう、はい、もう一回見てくださいね、綺麗、はい、でしょ、うん、すごく綺麗、ワンピースが2万2000円でロングカーディガンが1万9800円です、うん、はい、しかもこれはあのだれませんね、うん、この編み地は、はい、針抜きのリブなんですけど、はいはい、元気な腕、私もですけど大丈夫です。大丈夫です、はい、パンパンに元気な腕も大丈夫、はい、元気なお腹も大丈夫ですね。いや、そうですね、いや、そこ、うん、そんな感じですかね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。どこがキャッツビーなの、うん、やっぱりキラキラするラメ系の感じのものとか、うん、プリーツ、うん、そういったものは基本私の中でギャッツビーと呼んでますね。なるほど、そのコーディネートとか着こなしを時代時代でどういうふうに表現するか、うん、ということが大事かなと思うので、うん、今は今日はそのギャッツビーの足元を、はい、あのレースアップのショートブーツとかで合わせています、うんうん、当時のイメージに戻るとミュールとかそういう感じになるんだけれど、はい、すいません、ラストは女王の、はい、極めギャッツビー、また、はい、またギャッツビーですね、キラキラとかね、はい、そう、はい、極めギャッツビーです、はい、どうでしょうか、ミアファローが30年前のミアファローみたいね。そうですね、うん、はい、そう、はい、うん、ありがとうございます。ミアファローよりかっこいいね、かっこいい、うん、ありがとうございます、身内の会話です、うん、話してください、デルバクリーよいしょ、あら乗らない、はい、遅い遅い、よいしょ、あーいい感じ、はい、失礼しました。そして、うん、さっきと同じジャケットですね、うん、そうです、うん、はい、もうこれ本当に何にでも合いますよね、着こなしで、うん、でこの朝のね、腰のある朝なのでちょっと襟がこうへたらないんですね、うん、こうやった時に、うん、少しこう空中で泳ぐ感じもかっこいいですよね、うんうん、こういうところがやっぱり着こなしのポイント、うん、ポイントになるんだけど、はい、そのポイントが作れないと着こなす部分でも気分が盛り上がらないですね、はい、うんうん、上着こなし最高にうまいんだけど、うん、やっぱり服の良さもあってその着こなしが生きるんですね、うん、これが下手ってなるとね、着ててもイライラするもんね、嫌だ、嫌だなんてね、そうそう、嫌だなのよね、はい、そうそう、はい、もうアイロンガッガッかけますけど ね、 ね、すごい、あの皆さんがあの褒めのコメントをたくさんくださって、ちょっと読むのが間に合わないぐらいです、はい、ありがとうございます、は
こっちじゃないよ、素敵こっちじゃないね、ちょっと開いてもいいですか、うんうん、色違いをちょっと、はい、じゃあ着、はい、てみますね、はいはい、ニットですかね、セットアップ、うん、ニットです、はい、ニットです、はい、カットソーみたいな特殊な素材ですね、はい、またかっこいいんだな、はい、締まりますね、黒を着てみました、うん、はい、どうでしょうか、ね、うん、どうだ、参ったか、かっこいい、いいですか、ね、ナイスですね、うん、いいよね、もうすごい涼しいし、うん、これいい感じですよね、入ってきた時からね、あのお気に入りで、パンツだけ先に入ってきてて、うん、これが昨日トップスが昨日入ってきたんですよね、あーあーあーって言って昨日売れたそう、あーと思いながら今日あったので、うん、あ、中島さんも素敵ですって、パッコ襟立て似合うって、あ、本当、ね、後で名前見てもうで、あ、おしゃべりよりお洋服がもっと見たい、すみませんで、はい、これあの、キャミソールです、はい、私は脱げないんですが、はい、あのノースリーブっていうノースリーブですね、トップスはキャミソールになります、はいはい、で横はしっかりあるのでね、はい、うん、お胸のある方も大丈夫です。これに関しましてはですね、はい、あのいつも大体ねグラーディングしたりとか、うん、ベルトでウエストマークするんだけど、はい、今日は、ね、素材の落ち感とか全体をスッとこう着たいということで、うん、女王自らがベルトはこれには使いたくないと、うんうん、着流すことでむしろかっこよさは生きるんじゃないか、生きると思います。私は今日はこれで見ていただきたいということでした、はい、はい、そういうことで、はい、バッチリです、うん、はい、言ってみました、はい、姉妹はいい感じで、はい、大丈夫ですか、時間、はい、はい、ウエストはゴムですか？ゴムです。はい、大丈夫です。決まってる、うん、はい。ありがとうございます。いい感じですよね、はい、じゃあじっくりと皆さん、あと4分あるみたいですから、ね、はい、あ、色違いは、うん、それはないですね。あ、これはあります。ちょっと紫がかってる。次はピンクがかってる。はい、あ、とにかく入りすぎてて。ありがとうございます。把握しきれないぐらい入ってますね。パンツもあり、あ、あります、はい、上下あります、うちのお色です、はい、はい、雰囲気全然違うでしょ、ね、はい、はい、お値段はですね、はい、パンツが29,000円で、ニットがトップスが15,000円です、うん、はい、割とお手頃かもね、はい、まあ、そうですね、イブですか、すごくいいと思う、うん、お出かけにも普段にもなんかこう、うん、格好によって、うん、そ、後ろも V 開きなんですよね、うん、あ、そうです、そうです、ちょっとだけ背中出していいですか、ちょっとだけね、はい、いかがでしょうか、綺麗ね、はい、あ、嬉しいコメント、まだ終わってほしくないです、汗かいちゃった。ありがとうございます。マッシュさんと1時間そうですよ、やりますよ。喋れる。はい。はい、今日もいかがでしたか、ね、あ、2時間ぐらいできないのかなって。2時間ぐらい。うん、やってもいいけど。でもあれよね、来週再来週。そうなんです。はい、はい。来週再来週の土曜日もこうしてもっチャンネルやらせていただきますので、はい、またご覧ください。よろしくお願いしま す, しします。あと、すいません、ブログのくまさんプッシュお願いしま お願いします。とにかくブログダントツのぶっちぎりで痛いもんね、なんとか痛いです、はい、よろしくお願いします、うん、お願いします。最後になんせ一番取ったことはこれしかないから、ね、そうです、今までの人生唯一の一番です、はい、人生で唯一一番になれた、人生で唯一の一番です、はい、すごい、頑張ります。三姉妹またよろしくお願いします。よろしくお願いします。またガラッと変わってやりますよ、はい、来週、はい、そうですね、お楽しみなさってください、はい、来週は世界一の、ありがとうございます。じゃあこんなですけど皆様頑張りましょう、はい、いきます、はい、This is the fashion。 ありがとうございました、ありがとうございました。すごい今日